はい、半負けの本家の本物貴族の半魔王先生です。ノーベル賞っていうのは、主にね、知能障害者とか、脳に障害がある人を称える賞なんですね。だから、体に障害を持っている人、障害者に対して、頑張ったということのトロフィーなんですね。だから、まともな人がノーベル賞は取れない、取りづらいんですね、ほとんどね。そういうのがノーベル賞です。だから、本当に頭がいいとか言うんじゃないんですね。健全で健康、本当の研究者はそうなってまして、技術バカみたいな感じにならないし、ノーベル賞っていうのは、障害者、非常に大きい障害者、知能が逆に低いんですね、普通よりか。で、仕事をして発明とかなんかしたというのがほとんどです、ノーベル賞取ってる人は。だから障害者なんで真似しちゃダメですね。ということです。半魔王先生でした。